空間エアセカンドの小倉です。渡井です。今日は、どういった動画でしょうか。知らないです、わかんないです。今日はもう何でもない動画を撮ろうかなって思います。ただのね、はい、最近どうですか動画ね。最近どうですか動画ですね、先に言っといた方がいいと思うんだけど、はい、今日の動画は別に見る価値がありません、きっと多分ここまで見てくれたらもうラッキーです。ありがとうございます。もうそれで十分です。はい、最近9月に入って、そうですね、引っ越したので、お家、はい、すごいなんか楽になった、生活が、まあ、まあ近くなったんで、お店とすごいなんか家綺麗なの、めちゃ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 綺麗じゃん。いましたね、めちゃめちゃ綺麗じゃん。まあ、一番驚いたのはヨギボですけどね。ヨギボがあることに、ヨギボの金額です。ヨギボが高いなっていうことに覚えた。なんとなく高いのは知ってたんですけど、ちょっと高すぎんな。想像を超えてきた。はい、あんなんだって、ビーズじゃないですか。いや、送料が高いかな、結構。6000円ぐらい取られたんじゃん、送料。いいな、高いですね。あの大きさだったんでしょうね。あと、3日前ぐらいに1回目のワクチンを打ったんですよ。打ってましたね。決めてたんですよ。まだ肩パンされてる感じ、ずっとまだ痛い、か痛い、まだ3日経って痛いと、まだ痛い、心に言ったん、はい、ここにここが辺が痛いんだよ、なんかそれモデルナアーム、そうここから、あのあれ肩パンされると一番痛いところ、こうなる、骨ですか、ここの筋肉がない、このちょっと下のところに肩パンされると一番痛いところ、そこが一番痛い。打った時は痛かったですか。いや全然、最初はなんか呼びしちゃうと思って、来た来たーとかって遊んでたんだけど、なんか全然そんなこと言ってらんないぐらい次の日ちゃんと熱出た。出ましたね、うん、1回目なんですけどね。2回目は恐ろしいです ね、恐ろしいですね、本当に。まあでもまあまあまあね。でもその日休みだったのね、打った日が。はい、看護師さんに「お酒飲んでもいいですか？」って聞いたの。絶対ダメって言って、へえ、ちょっとって言って絶対ダメって言われた。なるほど、じゃあそれから飲んではないですか。その日は飲んでない、次の日も飲んでない、飲んでない、飲んでない。その次の日は飲みました。その次の日も、あれ、1杯だけ飲んだから、あ、その次の日しっかりとか、飲んでないね、うん、僕の9月でした。いや、僕の9月はもう逆に何もないんですよね。逆にね、休みがあったのかな、休みがなったんですかね。あったでしょ、だってもう10日で9月。何をしたかっていう内容はなくて、うん、家から出てないような休みだったんです。もう引きこもって、うん、あっずっと本読んでました。アメイシングエイプ、あっ買いましただよね、これ、まあ、9月ですかね、買って、うん、今日対案なんで、タイヤにしか洋服着ないんだもん。洋服もそうですし、今日靴もあの革靴を下ろしましたし、タイヤンだから。あとボールペンも下ろしました。タイヤンだから。はい。今日だなと思って、今日3つぐらい新しいものをして。散財してるね、本当に。まあ、結構散財してない、本当に。いや、ちょっとやばかったです。もう家計簿つけてやるんですけど。やべえな。でしょうね。もうちょっと楽しみです。まだ、そこではいないですけど、買ったものが。あるね、それは動画にしたいね。あ、そうだ、はい、思ってます。ついだってそれ1万円ぐらい、これいや、あのアウトレットで買ったんで7000円ちょっとの 20% でも6000円ぐらいですかね。で2枚買った、2枚なんかあるんですかみたいな、サイズあるんですかって言って、あ、ありますって、それもくださいって。さすがですね、アドレさん、なんだっけ、ピカチュウですよ。ああ、これ10万ボルトですね。10万ボルトしていた。1200円ぐらいか。覚えてないか。いや、高いのがいいとは限らないです。そうだね。かっこいい、かっこいいのがいい。触ってください。すごいね、なんか。めっちゃ、もう質問、うん、すごいじゃん。質問めちゃめちゃ良かったんで、もう買おうと思いました。2枚買おうと思いました。すごいね。この質じゃなかったら多分1枚だけです。いや、これすごいね。すごいです。すごいね、なんか。なんとも言えない。
沢井コーチ、そんな安倍晋三役の渡谷さんがもう1枚買ったことありますよね、はい、そちらをなんと視聴者プレゼントで違った、もう1枚はここにシャークです、あだけだけです、ここシャークだけで、もうこっち無地です、前打ちと無地、それはちょっと可愛いな、エイプっぽいね、まあ、アウトレット行きました、そのぐらいですかね、休みの日やったことは、うん、9月も、あ、そうそうそう、もうちょっとちゃんとした、9月もね、閉められないか、このまま9月も緊急事態宣言が延長になると、そうですね、9月末まで緊急事態宣言が延長になるので、本店のみ営業 で営業時間が基本が平日が、18時から1時やラストオーダー2時閉店で、土日が15時から、2時閉店、まあ、日曜日は1時間早いです、日曜日早いやん、そう日曜日1時閉店か、1時閉店ですですということになりましたので、一応、ね、その方法がしたかった、ちょっとメイン、これはメインです、メイン忘れてた、はい、最後ね、じゃあ9月ももうちょっ と、ね、あと半分ぐらいですか、そうですね、まあ、10月から開けられることをね願いつつ、世界のね、はい、お待ちしておりますね、どうかよろしくお願いしますってな感じですかね。どうぞ先生。